準備体操は済ませました。さあ、カズラちゃんの華麗なスイムの時間です。ほんの小さな一押しで楽しいですね、楽しいですね。お友達が欲しいんですね。甘い雨ですよ。スイーツタイム。他の人には内緒ですよ。クロールくらいできますよーだ。水浸しですね。こういうおもちゃが欲しかったんです。じゃ、まずは全身冷やそっか。おっきな私で相談しちゃえ。金魚すくいのようにそーっとまだまだ楽しめそう。そう簡単に楽になれると思いました？